今、もうちょっとで始まりますね。あ、今ライブになりましたね。はい。はい、それでは、ちょっと3分遅くなりましたけれども、メタバースギャラリー作成セミナーの方をこれから始めさせていただきたいと思います。はい、私、今、東京都日野市にありますアトリエカフェアートにおきまして、セキュリティ&AI アート展が開催されております。まあ、アトリエの中で作品が展示されておりますが、今回それと並行いたしまして、メタバースでギャラリーを作成して、メタバースでも展示しております。そのあすいません、今来られた方が今ライブ配信させていただいてますが、よろしいでしょうか。はい、ちょっと遅れて来られた方がいらっしゃいますので、ライブ配信映画監督兼岡本太郎賞画家マスヤムデラの Facebook のページで、ライブ配信させていただいております。はい、でそのメタバース会場の制作作成をさせていただきました私清水と申します。私は北陸富山県に住んでおりまして、リモートで、まあ、こうした東京のですね、最先端の芸術家の方々のプロジェクトに関わらせていただいております。で今ご覧になられている、この画面がですね、こうしてこうちゃんと中動けるんですね。画面見えてますよね。はい、はい、まあ、こういったギャラリーを、作成して、させていただきました。で、という話をすると、清水さんってIT 業界のなんかすごい人なんですかと勘違いされる方もいらっしゃるかと思いますが、全然そんなことありませんね。私プログラミングもできませんし、もしFacebook を使えるレベルの方であれば、まあ、こういったギャラリーを、基本的に無料で簡単に作成することができます。1時間ほど お付き合いいただければ、その辺のやり方をご紹介させていただきます。基本的にと申し上げましたのは、例えば Wi-Fi が弱かったりですとか、パソコンの機種が古かったりするとうまくいかないことがあります。そうした場合には設備の更新費用がかかりますが、まあ、基本無料でできます。ではちょっと一旦画面をちょっと変えますね。はい、で私地方の富山県です。で私地方、別の画面、今なんかその、アットプレスの画面が映ってますでしょうか。プレスリリースの、はい、私地方の富山県に住んでおりますので、地方創生にメタバースをどう活用するかということに関心がありまして、まあ、そうしたトレンドをチェックしております。で 今鎌倉が暑いです。鎌倉殿の13にやっておりますが、画面共有見えてますよね。で今メタバースや NFT の無限の可能性を実感体感するイベント、メタバース空間にて11月28日12月22日開催、ウィニングフィールドさんという会社がですね、まあ、こんな感じで、これが先ほどご覧いただいたのと同じこのメタバースの会場になります。でこの下がこれおそらく NFT なんでしょうね。はい、まあ、鎌倉が今暑いですね。でこの鎌倉の方が、作成されたマニュアルがありまして、これが非常に分かりやすいので、今日ちょっとこれを使ってご説明させていただきたいと思います。で今日の進め方なんですが、まず前半ですね、私の方からこのメタバース、私が使っているメタバースの始め方をご説明させていただいた後、映画監督兼岡本太郎賞画家の増山玲奈さんに、メタバースギャラリー作りに、挑戦していただきます。私が挑戦するの。はい。このアカウント作成操作方法ガイド、これが非常に分かりやすいです。ね。ちょっと私のが見えない。ちょっとこの方が見やすいかな。で、ちょっとスペーシャルと呼びます。私が使っているメタバースのプラットフォームはスペーシャルと言いまして、これアメリカ企業が作ったメタバースのプラットフォームになります。で、このサイトをですね、普通にこのGoogle とかマイクロソフトエッジとかで普通にこのスペーシャルというキーワードで検索したらそこのホームページが出てきます。で、上記サイトをクリックすると、まあ、こうした画面が出てきます。で、残念ながらこれ英語だけなんですね。
ただ私がアーティストの方に申し上げたいのは、もう最初から世界を狙いませんかと。なぜなら残念ながら日本の社会ではですね、本当に画期的なことをするとなかなか認めてもらえなかったり、することがありまして、むしろ海外の人の方が逆に早く、評価していただきまし て、海外で評価していただいて日本へ逆輸入するというのがよくあるパターンなんですね。ですから、まあ、ひょっとしたら日本にいたのでは 目が出ない才能の方もいらっしゃるかと思いますので、最初から世界へ出ることをお勧めしたいと思います。で、この上記サイトをクリックすると、はい、よろしいでしょうか。上記サイトをクリックすると右上にですね、ログインという画面がありますので、ログインをクリックします。そうするとこうした画面が出てきますので、ご自身の Google アカウントでログインしていただくのが一番簡単かと思います。そして Google アカウントでログインするとこのような Terms and Policy ですね、これ規約の画面が出てきますので、この一番上ですね、 I want to receive news and future updates from special スペシャルから、要はお知らせが欲しい、これ別に入れなくていいですね。で、この上のこれは入れても入れなくてもいいです。お知らせが欲しい人はチェック、お知らせが欲しくない人は入れない。で、2番目は必要ですね。I have read and agree to the... 下の方は必ず、これは規約に同意しましたという方ですので、下の方は必ずチェック入れないといけません。はい、あ、すみません、発言者以外の方はミュートお願いいたします。はい、で、次行きますと。で、ユーザー名を決めてください。これは実名でも、違うなんかニックネームでも結構です。で、私は、で、このアップロードフォトっていうのは、アバターというですね、さっきは青いシャツ着た人が動いてましたよね。その顔写真を撮る画面になって、このアップロードフォトの方を、クリックすると、カメラが起動して自分の顔写真を撮影します。で、それが嫌な方は、Continue Without Photo、写真なしで続けるを選択してください。そうすると、仮のアバターが生成されますので、右側のここの辺ですね、Ready Player Me というのを、クリックしてください。で、次に Choose Your Body Type ですね、これ性別を決めます。で、Masculine が男性、Feminine が女性、Don't specify が中性ですね。この3つの中から自分のアバターの性別を決めます。そして、まあ、テイクアウト、まあ、写真撮るか、写真撮らないで、Continue without photo、これ写真なしで進めるをクリックすると、まあ、その既存のアバターのフォーマットがいくつかありますので、その中から好きなフォーマットのアバターを選びます。で、髪型でアバターは後から変更可能ですので、お好みの服装を選んでください。そして、Continue Without Sign Up をクリックして、アバターができます。で、操作方法なんですが、まあ、こういった操作方法がありますが、まあ、これは、まあ、画面の中に入ってから実際にやってみた、増山監督にやっていただいた方が分かりやすいと思います。一応、ちょっとこういうですね、拍手とかいいねとかですね、まあ、楽しい操作もあり、もうちょっと画面広げられるかな。まあ、こういった楽しい、このウェよ、キーボードの4を押すとウェーブしたいとかですね、まあ、そういうちょっと楽しい操作もあります。で、自分のアバターより少し前のこの地面とか床をクリックすると、そこへパッとアバターが移動します。で、高い位置をクリックすると登ることもできます。以上が基本操作になります。でここで画面共有停止していただきまして、では、増山監督、画面共有をお願いいたします。であ、すみません、はい、私、早口ですけど、皆さん、ついてこれてますかね。ついてこれてますか、はい、なんとか追いつかおうと頑張ってます。はい、Facebook でライブ配信してますので、はい、繰り返してご覧いただければと思います。はい。はい、で、今日は私が画面共有をして、実際に私が、はい、アバターとか、そのメタバース空間を作るところを、
それをお知らせするということだったんですよ、ね。それを、そうですね。はい、まあ、どこをクリックすればいいんでしたっけ、さっき。まず開いて、スペシャルを開いていただけませんか。で、スペシャルで、まず、パラミタのところから入りますね。あ、いや、そうではなくて、スペシャルの最初の画面そのものを開いていただきたいんです。パラミタのから入らないで。はい、パラミタから入ってもいける？いけると思います。はい。じゃあ、ちょっと私はいつもパラミタから入ってるので、はいはい、そうさせていただきます。はい、で、これで、パラミタ、これだ。まず、レナという名前でスペシャルに入ります。はいはい、今、見えてますかね。あ、見えてます。はい。で、入って。あ、で、これですね。はい。ちょっと入り口に、あ、要はスペシャルを開くと画面にいろんなワールドが表示されるんですね。で、その中でこのワールドを選んでもらうために、はい、入り口に目立つ看板を置いてますが、この看板は通り抜けることができますので、はい、キーボードの前矢印を押していただければ、キーボードの前矢印。はい。キーボードの前矢印、これ違う。パソコンのキーボードの上矢印。今上だ。あ、でもなんかゲットスターテッドとか。あ、じゃあ、それ、右上の矢印クリックして閉じてください。これを閉じて、はい。で、どっか一箇所クリック、あ、なんか進んじゃった。はい。で、ちょっと上矢印。入っちゃった。で、上矢印を押してください。はい。そのままずっと。通り抜けた。あれ、通り抜けてない。いや、通り抜けるはず。あれ、なんかおかしいな。それちょっと閉じてください。右、閉じてください。右上の矢印をクリックして閉じてください。はい。アバターが表示されないのおかしいですね。あ、表示されないますよ。で、どっか、はい、どっか床、地面を一箇所クリックしてください。で、はい。で、上ボタンを押してください。あ、通り抜けた。そのまま行ってください。もっと行ってください。もっと行ってください。もっと行ってください。あ、中に入りました。中に入りました。でですね、この方はどなたなのかな。いや、ちょっとさっきから30分ほど前からずっといらっしゃるんですが、ちょっとわからないので。はい。はい。あ、で、ここで。で、そこで左上のリーブの画面から出てください。はい。出ます。リーブですね。はい。はい。そうすると、これがスペシャルの、全体の画面になります。はい。で、左下の方にトレンディングポピュラーが、あ、行き過ぎ。今、画面に出てる、トレンディングポピュラーライブナウ、ニューウエスト、リーセント、Your Spaces とあると思いますが、Your Spaces、はい、あなたのスペースをクリックしてください。はい、Your Spaces をクリックしました。はい、あれおかしいな。なんだ、Create your virtual space for free。あ、そうだ、やっぱりログインが必要なんですね。ログインしないと、うん。で、ログインお願いします。はい。で、Google お願いします。はい。少々お待ちください。今、はい。ログイン中ですので。で、なんだ、お知らせが欲しいのであれば、上のチェックいらないんですけど、あ、欲しいですか？欲しかったらチェック。あ、それで、下のチェックが必要です。はい。で、矢印。で、名前入れてください。あ、で、もう、レナ増山で。レナスペース増山で。はい。で、矢印。で、ここでクリエイト。私、いつも藤井さんが私と一緒になっちゃう。あれおかしいな。でも、前、アバター作成しませんでしたっけ？違う Gmail と連動してます。あ、まあいいや、じゃあちょっとそれで写真撮ってください。じゃあこれで写真を撮ります。はい。はい、で、よければ、looks good。レナズホーム。これでレナズホーム。ちょっと待ってください。で、これでよろしいでしょうか。はい。はい。はい、で、サブミット&リロードでお願いします。Gmail と連動して顔写真を含めて私がログインしました。はい。で、Your Space をクリックしていただけませんか。はい。
そうするとですね、アカウントを作成すると自動的に自分の部屋ができます。じゃあこのレナーズホームをクリックして入ってください。はい。入るときに少々時間がかかります。ウェルカムで、最初入ったときに、チュートリアルというのは、要はその、最初だけこういうですね、案内画面が出ます。で、ウェルカムというスペシャル、スペシャルでようこそ。で、NEXT を押してください。はい。で、左側、クリックトゥテレポートというのは、こう、いわゆるクリックした場所に瞬間移動しますと。で、はい、ドラッグトゥオービートカメラっていうのは、画面をドラッグすると視点が変わりますということ。で、右側の、そうですね。はい。で、ムーブアンオブジェクトというのは、何かそのものをクリックしてドラッグすると動きますという意味ですね。で、NEXT をお願いします。はい。で、これ、キーボードですね。要は、キーボードの上矢印を押すと前へ進みます。ちょっと上で、下矢印を押してください。ソファに座ります。ソファに座ります。あ、すいません。はい。で、下矢印、下矢印を押すと、下へ進むし、要はキーボードで、前後左右に動けます。で、Q を押していただけませんか？キーボードの Q。今押してます。Q を押すと、このように視点が動きますね。で、今度 E を押してください。E を押すと逆向きに視点が変わります。では、NEXT お願いします。はい。で、リアクションですね。C を押してください。拍手。Y を押してください。Y、Yes。N を押してください。No。1を押してください。イエーイ。2を押してください。手を振ります。3を押してください。踊る。4を押してください。ウェーブ。5を押してください。踊る。ちょっと楽しいでしょ。で、ダウンを押してください。これでインストラクションが終わりました。で、真ん中の緑色の椅子へ近づいてください。テーブルと椅子に近づいてください。あ、行き過ぎ、行きそこじゃない。行き過ぎ、あ、そっちのテーブルですか？まあいいですが、ちょっと、真ん中のテーブルと椅子に近づいてください。部屋の真ん中の。その椅子の部屋、後ろを向いてください。後ろを向く。そう。今みたいに、その、椅子の座る位置をクリックすると座ることができます。はい。で、普通に矢印ボタンを押す、前矢印を押してください。そうすると立ち上がりますね。では、リーブを押して出てください。あ、ごめんなさい。ちょっとね、時計が、あ、しまった。これ全画面表示になっているので、ちょっと時計が、時間がわからないな。少々、お待ちください。今、51分です。今、51分ですが、少々お待ちください。時計を持ってきます。やってみたいですか？今日端末をね、用意して触りたいかなと思って、やってみます？いや、ちょっと、進行上。あ、進行上、はい。そう、では、Your Spaces を押してください。Your Spaces を押します。はい。はいはい、進行上、ちょっと、で、ちょっと画面の上の方を表示してください。あ、画面右上にですね、あ、ちょっと、あ、しまった。画面共有で映ってないけど、プラスクリエイトっていうところがありまして。はい、あります。はい。で、そうすると、ここからギャラリーの作成になりますが、はい、テンプレートを選択します。で、ちょっとまた戻して。で、一番上の段の、この紫のアグラというのは、ギャラリープラス、公演場プラスラウンジがついたテンプレです。その右の、ちょっと 白っぽくて、紅葉している木が立っているやつ。はい、ISLA ギャラリーですね。これ、はい、これと、その一つ下の列の左側、エアリーズギャラリーと、あ、いや、その左を指してください。
あと、そう、そのこのオブ、オブシディアンギアリ。で、これが一番、絵の収蔵枚数が多くて、66点絵が入る額があります。で、額の数をコピーして増やすことも可能です。で、その左ですね。で、ちょっとピンクをクリックしていただけませんか？そうすると、色を変えることができます。はい。で、赤をクリックしてください。はい。で、もう、どれ、で、その、今言った、赤のは、紫はちょっとやめて、それ以外ので、ちょっと好きなので、入ってください。クリックして。じゃあ、ピンクにしようかな。ピンクで、で、エアリーズギャラリー。はい。はい。で、今、ギャラリーのスペースを、作成していますね。すごいピンク。はい。桃色ゲリラとかいかがでしょうか。そう、桃色ゲリラのコーナーにしよう、ここ。はい、ギャラリーを。はい。で、はい、で、どこでもいいので、額に近づいてください。はい。そうですね。で、ちょっと一回、メディア重視、もうちょっとこの画面閉じてください。もうちょっと画面に近づいてください。一旦画面に近づいていただいて、はい、ちょっと皆さんで、アップロードアートって書いてあるの、皆さん見えますかね。このアップロードアートをクリックしてください。はい、ここですね。はい、で、あれ？あれおかしいな。反応ここで、リーセントとか。いや、ちょっと一回閉じてください。アップロードにすればいいんじゃないですか？そう、アップロードクリックして。で、ね、なんか、ここに。まだ先行かないで。で、はい、その画像をアップロードする方法が2つありまして、上にど、はい、いや、ちょっとアップロードをクリックしてください。はい。アップロードをクリックした状態で、これで止まっててください。で、はい、ここに画像を入れる方法が2つありまして、ドラッグファイルズヒアっていうのは、あらかじめその画像ファイルが入った別のウィンドウを開けておきまして、で、その画像ファイルをドラッグして、ここにポンと入れると、はい、枠の中に入ります。で、もう一つが、はい、セレクトフロムユアデバイス。要は、あなたがお使いのパソコン機器から選ぶ。セレクターその黒い方をクリックしてください。黒い方。はい。はい。で、何かその映像を。はい。選ぶ。パソコンの画面、監督のパソコンの画面は映らないはずなので、で、パソコンの画面の操作で、そう、映像を選んで開くにすると入ります。入った。この方を私はピンク色をテーマに、桃色ゲリラというパフォーマンスを2003年のイラク戦争開戦から始めているんですよ。だからここはピンクの部屋なので、桃色ゲリラに関わる作品を置くギャラリーにしようかなと思いました。でですね、はい、ちょっとそのままでいてくださいね。で、はい、ここで一つ注意点がありまして、インスタグラムみたいに、スマホのカメラで撮影した写真をここに入れたいですよね。はい。でも、私、それやってみたら、うまくいかなかったんですね。その、端子が JPEG とかじゃなきゃダメなのかしら。はい。で、実際どうしたかと言いますと、どうすればスマホのカメラ、どうやってるかお話しますと、はい。一旦、スマホのカメラで撮った写真を、インスタグラムの方にアップします。はい。で、その、インスタグラムのファイルの画像を、Google ドライブにコピーします。はい。ここまではスマホの作業ですね。はい。そして、今度パソコンの方を起動しまして、で、Google ドライブはスマホでもパソコンでも見れますので、パソコンで Google ドライブを開きます。はいで、はい、Google ドライブの中に入れたそのインスタグラムの画像データをパソコンにダウンロードします。で、うん、さっきの要領でその画像を選択すると入ります。はい。下にですね、で、まず、じゃあ、このギャラリーの名前を、変えることがです。このレナ・マスヤマズなんとかルームと書いてるところちょっと合わせていただきますね。そうすると右側にペンのマークが出てきますね。で、はい、でここにですね、じゃあピンクゲリラと入れてください。
ピンク、ゲリラってどういう綴りだったかな。ちょっとゲリラの、ゲリラの英語のスペルがちょっとすぐ出てこないな。じゃあカタカナでいいです、とりあえず。ピンク、ゲリラと、あ、カタカナでいいです。ちょっと待ってね。はい。グー。ちょっと。いい。で、ちょっと違う気がするけど、まあいいや。はい。これでいいみたいよ。はい。はい、あ、スペイン語だ。スペイン語になっちゃった。英語の。あ、はい、あ、まあ、これ、後で変えられますので、はい。はい。で、こうやって名前を変えることができます。はい。はい。で、で、その、画面の下に、あの、窓が5つありますよね。画面の、あ、はい、ありますね。ちょっと真ん中の鍵のマークにカーソルを合わせてください。はい。そうすると、アンロックと表示されますね。はい。ロックは鍵ですね。で、はい、アンがつくとその逆ですので、はい、鍵を外します。はい。クリックしてください。はい。クリックして鍵を外す。で、あの、もう一度、あの、額をクリックしてください。はい。何度かクリックすると、あ、そうそう、そう、動かすことができます。そうやって。で、ちょっとクリックしてください。何度かクリックすると、あれ出てこないな。あ、ちょっと、あれ？なんかあの、右の方にクリックす、ダブルクリックしてください。あ、これかな？あ、いや、違います。あ、違いますね。閉じてください。もう一度、もう一度、絵の端っこの方をクリックしてください。あ、出てきた。はい。はい。で、あの、ここでですね、絵のサイズと位置を調整することができます。で、例えば、スケールで大きさを変えることができます。スケールのメモリ、そうですね。で、ローテーションで回すことができます。そうですね。はい。で、X 軸、Y 軸、Z 軸でそれぞれ座標の軸を変えることができます。元に戻らない。そう。結構ね、これ、いじると元に戻すの大変なんです。なかなかこのマウスの操作がちょっと難しいんですが、この数字を打ち込んで決めるということ、数字を入力して決めるということもできますが、はい。はい。あ、そうですね。そういうふうに。結構これ、はい。はい。そういう、まあこれちょっとこれ慣れが必要です。はい。へぇ。微妙な加減がちょっと難しいんです、これ。なるほど、なるほど。はい。はい。で、あ、もうちょっとちゃんとした位置に戻していただきましょう。じゃないですか。はい。もう少し置くかな。もう少し壁側に。で、あの、はい、その辺で。で、そしたら今度は、絵を、やっぱり絵に作品名つけたいですよね。はい。で、下のボタンのこの愛のマークがわかりますかね。はい。インフォメーションですね。そこをクリックしてください。そうすると、はい、出ました。で、はい、ネームのところに作品名を入れてください。英語でも日本語でも構いません。はい、これはいつの写真かな、正確じゃなくて、あの、なんか、はい、ノーウォーとかで。じゃあ、ノーウォーでお願いします。ノーウォーアクション。はい。はい。で、その、リンクのところにですね、はい。あの、ホームページとかを、こう、はい、の URL をコピーして、はい、貼り付けることができます。おー、はい、なるほど。はい。じゃあ、試しに、増山玲奈の、はい、あの、ホームページを、ちょっと貼ってみます。はい。増山.com。今、この展覧会のことを一番上に出してるんですが、はいはい、じゃあ、これを。リンクに貼り付けて。はい。で、セーブ。で、保存してください。はい、でも、ちょっと近づいてください。絵に。皆様に見えるように。もっと近づいてください。で、この、そうですね。あ、見えますね。で、ビューというところをクリックしてください。で、そうすると、そのページに飛びます。レッツゴーで飛ぶんだ。じゃあ、なるほど。じゃあ、このページのタブを開いてください。はい。で、下がってください。で、今度ですね。はい。あ、で、もう一度絵をクリックしてください。
はい。あれ、絵をクリックし、あ、でですね。はい。じゃあ、ちょっと、ここにこの絵を入れたんですけど、別の絵に置き換えたいよねってことありますよね。はい。置き換える方法なんですが、下のボタンの左から4番目にカーソルを合わせていただけませんか。左から4番目。うん、そこです、そこです。リプレイスですね。で、はい、ここでアップロードで別の画像を選んで入れていただけませんか。はい、こっちかな。あれ変わらないな。あ、今やってます。そうすると画像が変わりましたね。はい。で、まあちょっと、です。で、ダウンを押してください。右の画面、右の画面。はい。で、もう一回画像をクリックしてください。はい。あ、いや、じゃなくて、それ閉じて、あ、その入れた画像をクリックね。で、ここで注意点なんですが、左から3番目の鍵のマーク、これ鍵が外れた状態になってますね。はい。この状態だと危険なんですね。この、はい、この状態だと、ギャラリーに来た人が、に勝手にこの写真を持ってかれてしまって、で、運が悪いと、他人に勝手に NFT マーケットで売られたりしてしまうということがありますので、必ずロック、鍵をかけてください。はい。はい、以上ですね。これで OK です。はい。で、これで、そうですね。あ、で、で、今度ですね。あれ?で、ちょっとで、ちょっと床の、どっか床クリックしてください。床をクリック。ちょっと天野さん、大丈夫ですか?大丈夫です。じゃあ、続けさせていただきます。はい。どっか床をクリックしてください。はい。で、今度はですね、黄色いメモ、一番左のボタンにちょっとカーソル合わせてください。ん?一番左のボタン。ま、はい、真ん中にプラスがあって、あ、違う違う。これですね。そうですね。スティッキーノート。で、そうで、タイプサムセン。ラブ&ピースって打ち込んでください。ラブ&ピース。で、はい、エンターキーを押してください。で、どこか黄色いのが出てきましたよね。黄色いところをクリックしてください。そうすると、これでもうちょっと大きくしてください。スケールで大きくしてください。で、こういうのを、うん、まあ、大きさ変えたり、X 軸、Y 軸、Z 軸というのを、使って、こう好きなところに、はい。うん、入れることができますね。はい。あ、なるべく写真の近くがいいと思うんですけど、デザイン的には。はい。まあ、どこでもいいんですが。で、こうした表示が空中浮遊しているのがメタバースならではの表現になりますが、はい、面白いね。実際のさ、はい、展示だと、はい、これがどうやって展示するのって思うんだけど、はいはい、メタバースだから、はい、割と自由なところに自由な角度で受けるっていう、はいはい、ある意味表現の自由度が増すというか、そうですね。ですから物理の法則を無視した表現が可能です。うん、はい、床にめり込ませたりできるし。そうですね。重力がない世界です。まあ、一応、便宜上上下作用はありますが。はい、で、それ、まあ、位置を決めたら、また鍵でロックかけてください。はい。で、またどっか床の別のとこクリックしてください。でですね、やっぱりギャラリーなので、作者のプロフィールが必要ですよね。はい。で、まあ私はどうしたかと言いますと、あらかじめそのワードファイルを用意しておきます。なんかプロフィール用のファイルってありますか?ありますよ。あ、じゃあそれ用意してください。そしたら、プラスのボタンをクリックに、ポイントを合わせてください。このファンクラブのやつでもいいですか?プロフィール。増山瑠奈ファンクラブ作りますよ。はい、はい、はい、はい。何でもいいです。はい。で、その、はい、カーソルをその青いプラスのところにちょっと合わせてください。ちょっと待ってください。
ちょっと待ってください。カーソルを青いプラスのところに合わせて。アッドコンテンツが出てきますね。はい。で、そうすると、コンテンツを追加することができますので、アップロードをクリックしてください。はい。メニューのアップロードをクリック。メニューのアップロード。コンテンツ、今、リーセントになってますけど、アップロードをクリック。はい。で、そこで、セレクトフォームやデバイスですのプロフィールを選択してください。はい、わかりました。それで今飛ばして、はい。そうすると、それがですね、この空間のどっかに、今進行中です。押しちゃった。これで、フレームをつけますか、つけませんかなんですが、ノーサンクスでお願いします。プロフィール。じゃあ、つけるとどうなるの？つけると、なんかこの画面のどっかのフレームに入っちゃうと思う。ああ、そうなんだ。じゃあ、ノーサンクス。ノーサンクスで、こんな感じで、はい、出てきます。で、これクリックしてください。そうすると、先ほどと同じ状態で大きさを拡大して、どっか好きなところに配置してください。うん、はい。こんな感じでとりあえず置いておきます。はい。はい、で、これで、まず額の中に作品を入れましたね。で、うんうん、作品を入れ替える方法もやりましたね。で、額の大きさ、位置、うん、角度、調整する方法をやりましたね、うん。で、作品名をつけましたね、うん。で、リンク飛ぶようにしましたね。うん、で、作者のプロフィールを表示しましたね。うん、はい、これでギャラリー完成です。おめでとうございます。パチ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 。あとはこのプロセスで、じゃあ、このできたギャラリーを他の人に見てもらう方法を教えますので、まずこの段を押して閉じてください。右の画面。はい。で、で、もう一回その、プロフィールをクリックしてください。プロフィールで、ロックかけてください。はい、はい。勝手に持って帰って、はい、そうなんだ。で、ですね、ちょっとあれだな、私の画面共有の私の画面では、ちょっと私の顔、ちょうど私の顔で隠れてるんですけど、画面の右上に、プラス1マークがありませんか？はい。でですね、そうです。シェアでコピーができます、はい、で少々お待ちください。で、ここでメニューがありまして、はい。今Anyone with the link、このリンクを知っている人、これ選択肢が2つありまして、まず、うん、Anyone with the link っていうのは、このリンクを知っている人ですね。うん、で、下はですね、はい、個別に招待した人になりますね。はい、で、多くの人に見てほしいので、はい、Anyone with the link にします。はい。で、その右側。はい。Anyone with the、で、その右にですね、Can view と Can edit と2つあると思うんですが、はい、Can view というのは閲覧できますという意味ですね。はい、Can edit というのは編集できますという意味ですね。はい、で、Anyone with the link Can edit にしてしまうと、みんなが編集しちゃう。から危ないので、うん、Can view にしてください。はい、で、コピーかシェアかなんかそんなボタンありませんか？コピーしました。はい、そうすると、クリップボードにコピーされましたので、で、このクリップボードにコピーしたの、今、Facebook はライブ配信中だからダメですよね。だからチャットで送りました。はい。かなんかに送ると、見てもらうことができます。で、ちょっと画面共有止めていただけませんか？はい。私に送っていただいたんですか？みんなに送っちゃいました。メッセンジャーですか？ズームのミーティングチャットです。ズームのミーティングチャット、そこから入れるのかな、ちょっと確認。これ、ちょっと試してみよう。その前にその私が一回こう自分の部屋から出て、ズームのミーティングチャット、どうなんだろう、ここから入れるのかな。なるほど、なんとかできそうですね。はい。今入れそうですね。はい。はい、じゃあちょっとね、今、ハロー。
じゃあちょっと画面共有。今度私が画面共有しますね。はい。画面共有。ん？なんで？あ、これだ。はい。はい。皆さん見えますでしょうか？今作成したこの部屋に、私が入ってます。あれ、なんか、私のストーカーがいるのかしら。よくわかんないな。え？この前と、謎のストーカー。え？私の影かしら。誰か。私がなんかの端末で入ってるのかしら、ひょっとして。いや、わかんない。それ私なのかしら。ここクリックすると、プロフィール、ここをクリックすると、誰が中にいるかっていうのが出てくるんですが、レナ・マスヤマさんですよね。レナ・マスヤマさんが2人いますね。はい、あ、ちょっと、そっか、2つの、あれだな、2つの別々のメールアドレスでアカウントを作ってるから、2人表示されてるんでしょうね。いや、はい、でも同じアカウントのトップページだから違うんじゃないかな。どうだろう。はい。うん。で、これですね、今、この画面の左下にマイクのマイクがあって、斜めの線が入ってますよね。うん。で、これ今、アンミュートになってますけど、ここ、いや、もう私が操作してますんで、うん、で、ここをクリックして、マイクを外すと、うんなんかこう、マイクにこう、ちょっと青いのが表示されてるのが分かります？今、だから私が喋ってる声が、このギャラリーの空間の中でも、聞こえるようになってまして、そうすると、このギャラリーの中に来てもらった人と会話をすることが、できますね。はい。ハウリングしちゃってますよ。ズームだとハウリングします。はい。ちょっとズームとの、ちょっとこのスペーシャルはズームとの相性が悪くてですね、ズームと同時に使うとハウリングしますが、うんメタバースの中で使うときはハウリングしません。で、メタバースに入るときのそのマナーが2つあります。うん1つは今私イヤホンつけてますけど、イヤホンをつけてください。あら、私つけてなかった。ハウリング防止のためにですね。あ、はい。で、もう1つは、他の人に近づきすぎないでください。今は私はパソコンで入っているから、あんまり圧迫感感じないんですけど、そのバーチャルリアリティのこのゴーグルつけてる人は、もう本当に自分がそこにいる感じなんですね。ですから、自分の顔のこの10センチぐらいのこの位置に相手の顔があったら、ちょっと怖いじゃないですか。はい。相手に近づきすぎると相手に圧迫感を与えてしまいますので、適度な距離を、保つようにしてください。この2つがマナーですね。あとでやってみよう。で、これ、私使えるのかな？私は使えないな。で、ちょっと、まだあと 10分ぐらい残ってますかね。じゃちょっと上級編で。うん。Your Spaces ですね。まあ、ちょっとね、私の個人スペースでちょっと実験してみたいと思うんですが、これちょっと私の、こう、ちょっと立山信仰の関係の写真とか、あれなんかバグってる、大丈夫かな。で、上級編ですね。このシェアの画面で、じゃあ例えば監督が、私がギャラリー途中まで作ったんだけど、ちょっと監督聞いてはります？なんか家事してます。はい、コーヒー入れちゃいました。ごめんなさい。ちょっと緊張感、セミナーですか、緊張感を。はい。監督がご自身で、まあ、ギャラリーを途中まで作成されたんですけど、はい、ちょっと清水さん続きやってくんないっていう時 ありますよね。はい。で、その方法を教えますね。はい。今、これ、Anyone with the link になってるのを、なるほど。You and invited users にして、うん、で、Can View になっているところを、うん、Can Edit にして、うん、で、コピーで、クリップボードにコピーすると、うん、そうすると、で、それをメッセンジャーかなんかで私にいただけると、うん、要は私だけが
中に入って編集することができます。なるほど、はい、今それを清水さんに送りました。ちょっと待ってね、ちょっと私のギャラリー戻して、はい、私の、じゃあ私ギャラリーから出て一回出て、送ってくれた、送りました、メッセンジャーで。今私ちょっと待ってくださいね。なるほど、勉強になります。あれ違うな、あ、こっちか。これでどうだ。これで私のところに行けんのかな。あれだ、行けないな。ちょっと待ってね。一旦画面共有停止して、どうなってんだ。行けないって表示されちゃったんですけど、You are invite can edit。このパブリックリスンティッドっていうのは何だろうか、これ関係あるかな。あ、それは関係ないです。はい。じゃあもう、それはですね、それはどういう意味かと言いますと、うん、パブリックにすると、さっきのスペシャルの全体のページがありましたね。はい。そこに表示されるようになるんですね。はい。だから多くの人に見てもらいたいときは、そのパブリックリスンティッドにしますと。ではい、そうじゃなくって、まあ、あんまり知らない人に来られると怖いので、こ自分の知り合いだけに見てほしいというところは、はい、そこをオフにします。はい。で、あ、入れるかな。ちょっと待ってくださいね。うわ、なんか雷が鳴ってきた。あれ、おかしいな。入れない。入れない。入れないな。なんでやろ。じゃあ、後でまた技術。ごめんなさい。ちょっとこれまた。また後日、ちょっと原因究明させてください。で、今、6時20分ぐらいですかね。残りあと10分ぐらいですが、ここまでで何かご質問とかございますでしょうか。と言われても、私も実は、そんなに詳しいわけではないので、質問できない、答えられないこともあるかもしれませんが、まあ、お答えできる範囲であればお答えさせていただきます。すみません。はい。最高で65人って先ほどお話があったんですけど、65枚っておっしゃったんですけど、はい、今アート展をやろうと思ってるのが、90名ぐらい作家がいるんですね。はい。増やすことができますか？一応額を増やすことは可能です。はい。ただちょっと、少し小さくなるかもしれません。はい。そうですね。あのスペースの中に、増やしが、ちょっと待ってね。やってみましょうか。はい。ちょっと実験するのは自分のスペースじゃないと怖いな。はい、そうだ。少々お待ちください。画面共有して、これかな、今、画面共有になりましたか。はい。どれにしようかな。これにしよう。失敗してもいいです。で、これ選択して、の鍵を外して、これですね、このデュプリケートというのがありまして、これを押すと、で、これでちょっと座標を少し変えると。わかります？もう一枚。後ろにもう一枚出てきたのがわかりますか？今何をしたんですか？今ですね、この、あれ？今ですね、この絵を選択して、うん。絵を選択して、うん。あ、ちょっとこの、一回鍵外して、ちょっと待って。絵を選択。もうちょっと広くしないと分かんないかな。この絵を選択して、ハゲを外して、アンロック。で、このアンロックして、このデュプリケートっていうのが、要は複製っていう意味なんですね。で、この複製っていうボタンを押すと、これが後ろの方で、これでちょっとね、で、こう、複製ボタンを押しても、最初は見た感じね、複製された感じがしないんですけど、この状態で
少し位置をずらすとこうやって一緒に出てきますね。面白い。はい。で、で、まあ、これでちょっと、まあ、位置を適当にこう。で、これで、そうですね。これ、少しち、あ、これ大きく、少しち、大きさ、サイズ調整したりとかですね。ですから、で、これで段で、クリックして、ロック。あ、これ、こっちも、こっちはロックになってるのか。で、まあ、ただいまのご質問の答えですが、このようにして、額の数を、まあ、今、そうですね。額の数を、増やして調整することが可能です。よろしいですか？それぞれコピーしても、それぞれ別のタイトルとかリンクをつけられるんですか？はい。例えばこれコピーしたやつですね。うん。コピーしたやつを、先ほどのリプレイスボタンで、うん、まあ、なんか適当に選んで、うん。こうやって置き換えて、で、インフォメーションで、なんかこう、もうね、あ、実は、ブラインドタッチが下手だったりする。まあ、坂道と入れて、で、で、セーブですね。はい。はい、なるほど。はい。そうすると、あれ、表示されないな。表示。あれどうなってるんだ、ちょっと謎。あれちょっとたわぶってますけど、ね、ちょっと今、セミナー中なんで緊張してちょっとテンパってますけど、はい、こういったことができます。はい。他ご質問ございますでしょうか？ございますか？あ、じゃあ、残り5分。ギャラリーの方のご案内させていただいて終わりたいと思います。共有停止しちゃった。質問です。はい。で、これなんか昨日見た Google マップの方の人いたじゃないですか。Google マップ上を歩いてる淀川、はい、大阪の方、はい。ああいったことができるっていうのを皆さんにお知らせしたいんですけど、ページを見ることはできますか？はい、できます。お答えしておきますけど、私もこれからスキルアップしてできるようになりたいとは考えておりますが、今の私のスキルではそこはできませんが、まあ、画面映ってますよね。はい。ここでリーセント、これ最近っていうんですね。私が最近入った画面、ワールドが表示されてまして、うん、あ、これだな。中津商店街、うん、大阪の中津商店街、これすごいんですよ。うわ、なんか面白い。商店街が作ってるのかな。あ、わかんない。まあ、誰かどなたかこうすごい腕の方がですね、これ実在する中津商店街をこう 3D でスキャンしたものですね。で、これ結構優れもので。うん、長い距離にわたって、あ、じゃあこの後ろの方の背景はなんかもうこれも実在の景色なんですけど、これどうやって持ってきたのかわかんないんですが、ええと、こう、実際する商店街をスキャンしたものが、この人すご腕で、こうやってですね、うん、結構奥まで。すごい腕。現実空間をこのメタバースの中にこう、奥までこう、持ってきておられるんで、こう、すごい雷になってる。こっちは。富山は雷です。こんな感じ。ひょっとして雨の音聞こえるかしら。あ、大丈夫だ。こんな感じですね。今、我々はあくまでそのテンプレートを選ぶっていう感じじゃなかった、はい、だったと思うんですけど、はい、これがブレンダーとかと連動すると、実際の Google マップから持ってきた 3D データをブレンダーに組み込んで、はい、入れたり、あと自分でその壁の色とか空間のサイズとかいうことをこうデザインした空間を作ることも可能なんですかね。はい、このクリエイトスペースをクリックすると、うん、一番左上にアップロードカスタムスペースってありますよね。うん、へー。ここにだからそのブレンダーとかで、の情報を
入れて、うん、先ほどのような空間を作るんだと思います。私はまだそこまでできません、はい、じゃあ少しずつちょっとアップデートしていきましょう。これから少しずつスキルアップして実践できるようになりたいと思っております。はい、はい、残り2分ですが、あ、質問、はい、あ、先ほどのあの中津区の、あの商店街の動画、あの動画っていうかあのスキャンされてたと思うんですけども、はい、あれってどれぐらいの時間がかかるもんなんでしょうか。いや、すいません、わかりません。ですね、あれはかなり大変だと思います。で、例えばあの自分の部屋ぐらいでしたら、スマホのカメラにあのスキャンするソフトを、うわ、雨の音すげえ。自分の部屋ぐらいのスペースでしたら、スマホのカメラにそのスキャンするソフトがいくつかありますので、こうやって回してスキャンして、で、スマホのカメラから、ちょっとそのやり方、あの、セミナーを受けて教わったんですけれども、はい。まあ、そういったノウハウもあります。で、少々お待ちくださいね。ちょっとあの、私のメタバースの先生をご紹介、あれ？ね。で、それはですね、高畑不動とかやりたいな、うん、さっきの Google マップの感じで、それはですね、うん、今ちょっとね、私あの鎌倉の全スクール様っていうところが、うん、メタバースファシリテーター育成講座っていうのをやっておりまして、あ、ちょっと画面共有しますね。画面共有、これですね。あ、これいいの？これだな。よいしょ。あ、これ画面共有見えてますかね。うん、あれ？画面が動かない。面白いとこですね。全スクールでメタバース教えるんだ。あれ？あれ？なんかおかしい。あれ、おかしいな。全スクール鎌倉。あ、まあ、ここが、あの、実は私のメタバースの先生でして、この11月のメタバースファシリテーター、うん、あれ、やばい。個別のメッセージが増えちゃった。11月のメタバースファシリテーター育成講座っていうのを、うん、先日受講したばかりでして、うん、まあ、ここであの、スマホでスキャンする方法などを、教わりました。はい。で、これ結構良心的で、2万円、19,500 円税込みですね。プラス振込手数料で受講できますので、やっぱメタバースについて学べる方にはおすすめです。はい。私の先生です。で、ここで、あの、詰め込み教育でいろいろ教わったんですが、ちょっとまだ消化できてません。はい。はい。あとですね、あ、そうだ。あと最後にちょっと、お役立ちリンク集を作りましたので、お役って、ちょっと私の Facebook、の中に、最後にちょっと紹介させていただきたいのが、ちょっと待ってくださいね。松山姉さんがライブ配信中です。あれ？どうなってんの？ん？自分の Facebook のページが見えないってどういうこと？あ、要は私の Facebook の、今回のセミナーの、あの、イベントの告知のページが、あれ、ちょっと今出てこないな。出てこなくてもいいんじゃないですか。そこのディスカッションのところに、あの、お役立ちのリンクを私が投稿しておりますので、あ、後ほどご覧ください。他にご質問とかございませんでしょうか。では、時間になりましたので、今日のメタバース、ギャラリー作成セミナーの方を終わらせていただきます。今日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ライブ止めてください。ちょっと待ってください。先生が言ってたお役立ちリンクを、まあ、後で皆さんに送るなりタイムアップ。あ、いや、あの、私の Facebook のアカウントがなければ、はい。
Facebook のイベント告知のディスカッションのところに掲載してますので、はい、ここですね、わかりました、はい、じゃあ拝見します。はい、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあタイムラインでご覧いただいている皆様もありがとうございました。コメントありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。